イオリ、何をしている？器を立てと私に命じろ。あるいは斧が手で断ち切るか。もしもの話だ、セイバー。英月の器は立たぬ。そう俺が口にしたならばどうする？イオリ。ああ。この後に及んで妙なことを言う。随分なわがままだ。そうだな。あくまでもしもだ。マスターがそのように口にしたらどうする？お前は聞く耳持たぬか。お前ならばどうする？知恵本。貴様、くだらん問答で釣れないな。言ってみせろ。どうせお前は。残念だったな。英月は俺がいただく。今ここでな、お前を殺して。てめえ、その目。そうかよ、ようやく現世の皮を脱ぎやがったか。随分だ。ああ、随分だ。てめえのそれは。随分なもんだ。どうした、知恵も。おじけづいたか。誰が。では試合と行こう。そのためにここまで来たのだろう。さあ。言ったか。イオリ。邪魔は失せた。最後の仕上げにかかるとしよう。うん。なんだその顔は。ああ、あの問いかけか。あんなものはただの冗談、ジョークの類だ。気にしてくれるな。イオリ、君は。死に体のサーバントが一気。どうやら当たりを引いたな。当たりか。それは僕のセリフだ。ひどく腹が減って頭も回らなくなっていた。魔術師ならばいい需要になる。少しは長く記録を続けられそうだ。当世の民の魂まで食らって流られた我が身、無意に朽ちさせるつもりはない。貴様の事情なぞ知ったことか。俺と同じ匂いがするんだよ。ああ、安心する。外道らしい外道の匂いだ。ここで死ね。今すぐに死ね。俺の願いのために英霊七鬼ことごとく死ね。願いか。お前がそれを口にするなど
滑稽極まりないな。命の一つや二つ投げ打つ気概があるならばまだ救いようもあるが、お前剣気を前にひるんだろう。やれやれ、島原の死者もさぞや嘆いていよう。貴様、俺の何を。お前の願いは復讐か破滅か、どちらにしてもつまらない。理解に苦しむ。お前こそ我が願いの礎となるがいい。僕は永月を手に入れ、この世のすべてを記録する。てめえに永月は過ぎた代物で。口の減らない輩だな。あがくなよネズミ。面倒なのは嫌いなんだ。理解に苦しむな。わからないのか、無駄なのだと。やぞ、まだわからないぞ、願いし者よ。お前の願いは常しえにかなわないのだと。そうかもな。だがかなわねえのはてめえも同じだ。ランサー、お前は俺のところへは来な。マスター、あなたにとってはこれで
行かなくちゃ。それより人思いに頼むぞ。ああ。ありがとう、じいさん。英月、無事に無力化できたな。では、やるぞ、イオリ。いや。英月は壊さない。英月の義によって江戸の民が死ぬ。悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。だが、これ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって、乾きに乾いた己がうちの剣を。セイバー。俺は英月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。日向のごとく穏やかで人の道をたっ飛ぶ余人はそういう風に俺を見る。お前もだったな。もう一度言う。俺は違う。そうではないんだ。人として正しくあろうとは思う。情も心も人の世には有益なもの。終生穏やかによく生きるための最善手。まさに呼吸のようなものだ。それはわかる。わかっている。故にこそ従った。だがそれが目的だったことは一度もない。夢に見たこともない。俺の目的は今も昔も変わらない。変えられない。欲とするものはただ一つ。剣の道を極めること。だからセイバー、俺はやはり優しい人ではないんだよ。俺が穏やかに振る舞うのは、人の道をたっ飛ばんとするのは、穏やかで人の道をたっ飛びながら生きる太平の世の人々を理解するため。相手が何を思い何を考えるのか理解すれば切りやすい。多くを切るため、多くを俺は理解したい。江戸の人々を、師匠を、お前を、誰も彼も
そうとも。誰も彼もに俺は勝つ。誰も彼もを切り伏せる。そのために生きている。あの夜に見た極限の剣のように。だから残す。英月は残す。あまたの強者を誘い集うための災いとして俺のために残す。思えばそう、大蛇を断ち切るお前を目にしたかの日より、剣の神がごときありように見とれたかの日より、俺はお前とし合うことを何より願っていたのかもしれない。ああ、俺はなんとセイバー。より、揺るがぬ血のごとく捕らえた。見切れまい。美しい君は哀れの前に甘い。その願いを叶えてやれたらどれほど良いか。その願いを捨ててくれればどれほど良いか。澄み渡る天のごとく。いや、竜巻せよ。全身全霊。揺るがぬ血のごとく見切れまい。空の壁だ。見切れまい。活目せよ。地の方、空の方だ。我らの願い、未来永劫交わるまい。お前に、師匠に出会ってしまった。私は私のなすべきを捨てられない。私が奪ったあまたの命に誓いを全に出す。乱世なき江戸の世であるのに、俺は剣の頂へ至る道を再び望んだのだ。故に善をなす者として、すなわちただ剣の鬼として、君を斬る。ただ
君自身のために。お前を斬るよりもはや道はなし。聞くものか、そこだ。危険、ツバメ返し。避けるなよ。危険、ツバメ返し。違うだろう。もっと俺に見せろ。危険、ツバメ返し。危険、ツバメ返し。どうした、まことの力を見せろ、セイバー。ああ、言われずとも。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。トムルが人の道なれば必ずや幸福に生きられたろう。だがお前は剣の道を求めたことで全てを捨てた。首手柄はわしの代までだ。この先に戦はない、人の道しかない。教皇の祭りは終わったのだ。だというのに。
生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように、剣の道はついえていたんだ。だが剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。イオリ、あの夜、殺されるはずだった港の一夜からずっと続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。共に恵まれることがあるじゃないか。本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君こそは私の